えー、社会人サークル開催しているおしゃれグルメ会の石井です。えー、皆さん元気ですかなんか不安定な天気が続いてますけども、えー、それに負けずに頑張りましょう。ということで、えー、今日はね、えー、以前告知したジャジャン、えー、ガンボ、渋谷のガンボ、オイスターバーのガンボのね、ホームページに、えー、アップしましたので、おしゃれグルメ会ホームページにアップしましたので、えー、この内容をね、あのー このえー、タイトル、タイトル、タイトル、このタイトルの右側のや下向きの矢印、矢印のところを、えー、押していただけると、おしゃれグルメ会のホームページにつながりますので、えー、ぜひ皆さん、えー、ホームページを見ていただいてね、えー、一応、この内容、オイスターバーの内容がそこに書いてありますので。 それを見て納得した上で、えー、参加していっていただければと思います。えー、生ガキ、焼きガキ、蒸し柿、それでスパ、えー、柿のスパゲティとか、えー、そういったものが、えー、も,もろもろありましたので、えー、柿三昧コース、食べ放題ではありませんけども、えー、それなりの素晴らしい内容の食事会になりますので、えー、ぜひ皆さん、えー、このタイトルのところにね、 えー、アクセスしていただいておしゃれグルメ会を見ていてください。えー、ぜひ、えー、よろしくお願いします、えー。40代、50代のあなた、ぜひ柿三昧、まだまだね世間では結構、えー、高くて、なかなかコース料理もないのですが、私が必死に、えー、何軒もお店を回ってね、探しました。あなたのために探しましたのにね、50代のあなた、柿、えー、好きのあなた、ぜひあの来ていただければ。 えー、いろんな牡蠣を食べられて満足していただけますさらに飲み放題ですからなんと、えー、男性6500円、えー、女性5500円での、えー、提供です多分個人でいけば7 8千円はすると思いますので超破格値です、えー、ぜひあなたのねお越しをお持ちしていますでここにチャンネル登録があると思いますので、えー、これをチャンネル登録をしていただいてねグルメ会ファ i になって一緒に楽しんでいきたいと思いますよければお待ちしていますおしゃれグルメカー西井でした